広瀬まりのおしゃべり見聞録アットスプーン、イエーイ、82回目でございます。ね、世の中がだんだんこう動き出してきましたので、ムズムズとこうなんかね、心がなんかしなきゃと思っていてでもやっぱりコンサートっていうのはちょっとね、特に私がやろうとしているのはやっぱね、こうみんなで歌ったりっていう声合わせて歌うとかっていうことをやりたいなと思ってるから、なかなかちょっとコンサートっていうのを企画するのはまだ早いかなと思っているので、でもなんかやりたいな、てかやってほしいって声もあるもんだから、そうすると考えたのは語りの会はどうかなと、で語りの会なんだけど、いつもあの語る時って必ず歌入れたりとかもするんだけど、もうそれもまずやめて、短いお話の紹介にしようかなと思ったので、いつも語りの会でやるのはだいたい10分とか15分とかっていう一つのお話がね、そういう風にしてるんですよ。実はその元ネタがあって、そこからちょっと膨らませてとかいう風にしているんだけれど、そうじゃなくて、犬山の昔話っていう本があって、結構何編かはお話が入ってるんですね。それが2冊がぐらいあって、で以前未来塾っていうお話をこうやって語ったら面白いよっていうような、声を出す練習するような回をやってたんですけど、その時にそれを使ってたんですよ。でそれってなんでそれを使ったかっていうと、いろんなお話を知ってほしいっていうのもあったんだけど、短いんですよ。そうすると、短いのを何編かこうご紹介して、で今のこのご時世なので、そうすると短いということは換気をするタイミングが現れるかな、何回かこう現れるかなと、気持ち的にも楽かなっていうことも考えて、犬山にはこんなお話がありますっていうようなことをこうご紹介するのを、いつもサークルで使わせていただいているサイレンジさんでやろうかなというふうに思っています。でもそれも17日にやろうと、7月の17日にやろうと思う、でもやろうと決めました、はい、で場所ももう OK だったので、で会費を1000円 で、はい、でちょっとこうペットボトルになると思うんだけど、ちょっと喉を潤すようなものと、できればお菓子が一つあるというね、そうですね、せっかくなるね、そう、なんかそんな感じと、あとマリファンクラブに入ってらっしゃる方には特典がついて、なんか語ったその時に語らないお話の語りを語りの CD をちょっとプレゼントしようかなというふうに思っています、なんか語りどんなのとか思う方は、YouTube の方は広瀬 の、 チャンネルで、この、チャンネルで、いろいろ調べてもらうと出てきますし、あとはスプーンでお聞きの方は、広瀬のキャストリストの方を見てもらうと、以前犬山の堀部邸の方で語りをやった、田中天神の森、の、語りをやってるライブの様子っていうのがまだログで残っているので、ちょっと気になるなって人はそちらを聞いてみてください、はい、チェックしてみてください、田中天神の森のお話は犬山の初めて物語だからちょっと面白いですよ、そうですね、YouTube に上げてるお話としては、ヤマンバ物語が結構長いのが上げてあるのと、たぬき塚とか、乙女岩とかって、犬山の昔話が多いんですけど、そういうの上げてます。あと神社かなんかで、神社お寺、虫送りのやつもね、ありますね、だからそういうのちょっと見ていただければと思います。広瀬まりのべっぴんボイスレッスン、違いました、広瀬まりのおしゃべり見聞録アットスプーンでした